フランソワ・スクイテンは、ベルギー・ブリュッセル出身のバンドでシネ作家。ブノワ・ペータース原作による、闇の国々シリーズで知られる。1956年、ブリュッセルに生まれる。両親は共に建築家で、5人の兄弟うちの1人も、後に建築家となった。父ロベールは、芸術家気質で漫画嫌いであったが、父の描いた未来社会のスケッチは、スクイテンの SF 的想像力を育むきっかけとなった。1975年から1977年にかけて、ブリュッセルのサンリュック学院に学ぶが、ここでベルギーの漫画界刷新に貢献した人物で、同校で漫画家を教えていたクロード・ルナールと出会った。ルナールとは共同でいくつかの本を制作している。1973年3月、フランスの漫画雑誌ピロットに5ページのモノクロ作品が初めて掲載され、その4年後にはメタル・ユルランにも作品の掲載を始めた。1983年、幼馴染であるブノワ・ペータースの原作のもと、闇の国々第一作となる、サマリスの壁を、ベルギーの漫画雑誌、アシュ・イーブルに掲載。1985年には、シリーズ第2作、競争のゆるびカンドで、アングレーム国際漫画祭にて最優秀作品賞を受賞。また、スクイテンは2002年には、同漫画祭にて、グランプリに選ばれ、同年ベルギーをアルベール2世より男爵位が与えられた。2012年には日本で刊行された闇の国々の第1巻が文化庁メディア芸術祭漫画部門において海外作品として初めて大賞を受賞している。スクイテンはまたモーリス・ブナユンと共に 3D アニメのテレビシリーズクワークス制作に携わっているほか、プロダクションデザイナーとして、ゴールドパピオン、トトザヒーロー、タクサンドリア、ライラの冒険黄金の羅針盤、ミスターノーバディ、火星とアブリルなどの映画制作に協力している。現在は、ブノワ・ソーカル、マルタン・ビルヌーブと共に、CGI とモーションキャプチャー技術を用いた映画、アックウェリカの制作に関わっている。スクイテンがデザインしたパリの地下鉄、R. エメチェ駅映像以外では背景デザイナーとしてパリやブリュッセルの地下鉄の駅のデザインなどを行っており、2000年のハノーバー万国博覧会ではメインパビリオンの一つ A プラネット・オブ・ビジョンズをデザインし500万人の観客を集めた。2005年の愛知万博でもベルギー間のパビリオンのデザインを行っている。建築関連では他にブノワ・ペータースと協力してビクトール・オルタによるアール・ヌーボーの建築物オートリクテの保存、修復にも携わっている。スクイテンは、また、ベルギーで15種の切手をデザインしている。2004年から2005年にかけては、ルーベンで大規模な展覧会、ユートピアの門が開かれ、スクイテンの活動の様々な側面に光が当てられた。スクイテンは1980年にモニーク・トゥーさんと結婚し、彼女との間に4人の子供を設けている。スクイテンの画風は、銅版画を思わせる緻密なものであるが、闇の国々の作画にはアシスタントを一切使わず、細かい線を入れていく、機械的な作業のみならず、彩色やセリフの転記、タイトルに至るまで、すべて一人で手掛けている。作画には1ページにつき1週間をかけるという。同作品は架空の世界を舞台にしているが、ペータースの文学、自然科学、スクイテンの美術、建築への興味を反映し、ジュール・ベルヌやフランツ・カフカ、ホルヘ・ルイス・ボルヘス、オーソン・ウェルズやフリッツ・ラング、ジョバンニ・バッティスタ・ピラネージ、ビクトール・オルタなどが参照されており、そのうちのいくつかは作中で暗示されるにとどまっているが、ベルヌやオルタなどは作中で明示的に言及されている。一方、ラドゥースでは、ベルギーで運行していた実在の蒸気機関車である12系機関車を登場させており、同機関車を廃車から守ろうとする老機関士の奮闘を描いている。またこの作品はバンドデシネとしては初めての試みとして AR システムが使われており、本の見返しに描かれた絵をウェブカメラで撮ることにより、絵が 3DCG の動画になるという仕掛けが施されている。突起がない限り救い点単独名義 AB、闇の国々日本語版、訳者後書き、399ページでワイヤー、ヘト、フランソワ・シュトン、インベルジェージュストリプット、ピアニッシモ、153から155、ティルト、ラヌー、祝。闇の国々第16回メディア芸術祭、漫画部門大賞受賞。ブドファイル、ハット・ボイジア・トラベールル、モントリオール・デドマン。アーティクルフロムラプレッセ、ディセンバー8、2011、エクスクルーシブ、ホエールアーカペリゴテールアクエリカインデベロップメント、アーティクルフロムクワイエットアース、ジューン17、2012、スタンプスページアットザアルトプラナファンサイト、ブノア・ペータースインタビュー、闇の国々日本語版、395から396ページ、ブノア・ペータースインタビュー、闇の国々日本語版、393ページ救い点の細密画が動き出す。ノスタルジックな鉄道愛と衝撃の 3D、体験新作 BD、ラドゥースレビューブドファイルハット、ラドゥース、日本語版、4ページ。ありがとうございます。